年ごまかすならシリーズ顔つきからですね、顔の引き上げやってます。1日目は胸周り、デコルテ周りからの引き上げ行ってきました。さあ胸周りから顔持ち上げてきた。そして昨日は顎周り、そしてこの頬骨の下のところを全部こう持ち上げてくるっていうところを行いました。今日は頬骨の上から目の周りをやっていきたいと思います。目の周りを、マッサージするんですけれども、親指をこめかみに近づけて、はい、そして人差し指をこう曲げた状態で、そしてこの状態からこの目の下ですね、目の下、この下のところの骨がここにあるんですよ。目の下の骨、ここに頭蓋骨の骨があるんですけど、この骨をですね、ぐっぐっとこう押さえていくような形で、外に外に外にで持ってきたら、一番最後ヒュッと引き上げてほしいんです。こう上に引き上げて、ちょっと引き上げて、指でやると、ね、手が入っちゃうといけないので、ここでキュッ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 ってきたら、ここキューって引き上げてほしいです。キツネの目ね、あの皮って徐々に下がってくるんですよ。口も目も中から目ができてきたところで、のっぺらぼうのところから切れてできてるんですね。口もそうです。内臓ができたところで切れてできてます。だから徐々に下がってくるとですね、目ってどんどん小さくなってくる。こうお年寄りの目って黒目しか見えなかったりするじゃないですか。徐々にこう横のところがくっついてきちゃうんですね。整形外科なんかでよくね、美容整形なんかでこう目の端とか前とかこう切って美容整形して目を大きくする手術をする方もいらっしゃると思うんですけど、まずは下がってきたところを引き上げていくって大事なんですよ。なので、まずはこの骨の周りのところからしっかりとこうクッククッと押さえてキュッと持ち上げていく。ですね、クッ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 と押さえてキュッと持ち上げていきます。でここで親指がこめかみのところを押さえている理由は、あのこの手だけでこういっちゃうとですね、こすってしまったりとか目の中に手が入り込んでしまう可能性があるので、ちゃんとここの位置で押さえておいて、しっかりと骨端っこ持ち上げる。骨端っこ持ち上げる。キュッ、骨端っこ持ち上げる。キュッと大事にしてください。そしたら今度上です。上側もここの人差し指の上側で、ここの骨ですね、あの目の周りの骨をこうグッと押し込んでいくような感じです。上にあなたは上に上がってくださいよ。上に、この頭蓋骨の骨のところを押さえていく感じです。はい、そうです。はい。で、今度は昨日もやりましたけど、横にこう引っ張って耳の後ろ、横に引っ張って耳の後ろ。そして目の周りのマッサージは、実はこういう回り方します。こういう回り方です。すると下がっちゃうじゃんって言われるんですけど、実はあの血管の回り方がこういう回り方してるので、血行を良くするにはこっちの回り方です。1、2、やっぱり3回ぐらい。そしたらもう1回キューッと今度上に持ち上げて、この皮膚は持ち上げてくる、皮膚を持ち上げてくるっていうのをもう1回持ち上げてくる。はい、じゃあ両手のひらでしっかりと頬ところから持ち上げて、ここから全部キューって目が後ろにこう引っ張られちゃうくらい、キューッ、こんな顔を全国に広めている私、ちょっと笑っちゃうけど、みんなが綺麗になってくれればそれでよし。キューッと持ち上げてください。はい、結構です。顔全体が引き上がった感じがするでしょうか。どうでしょう、ちょっと引き上がってきたかしら、私の顔。皆さんも自分の顔を楽しみながら、こうやって化粧水とかつけるときにね、ちょっとそういう風に気をつけながら、こう持ち上げて持ち上げてって言ってくれるといいのかなと思います。
年ごまかすならシリーズ顔の引き上げ、また明日もお待ちしてます。